先ほどの続きです。撮影要領なんですけども、まだ残ってたんですけども、強制的に、遮断されています。で、動画のエクスポートに関して邪魔されています。これは警察官のものなどが、勝手に撮影したらダメだという一般人の、意見を優先してしまって、それに関しては、認められています。で、このパソコンは Wi-Fi をつないでないんです。だからこんな風な動作の仕方はまず絶対にならない。まあ、このような動作の仕方ですね。だから今、まあ、日中の、スポーツ、どういう風な状況かって言いますと、まあ、ゴールデンウィークということもあって、昼間に、試合をしてるでしょう。で、それについてね、本当のことをこちらが言うとね、嫌がらせをしてくると。で、まあ、先ほどの動画に関しての、妨害とかをしてくるエクスポートの。あれまた一から全部し直そうと思ったらどれだけ大変かもわかるでしょう。だから嫌がらせで勝とうとしてるその方法っていうのは良くないんですよ。で、まあ、先ほどから今度こちらの Android を立ち上げようとしてるんですけども、全然立ち上がらないですね。まあ、ずっとサイバー攻撃をかけてきて、そのスポーツの今の、その日程経過、そういったものを、証拠を移されるのを、嫌がって、全然稼働しないような形にしようとされてますね。これを見て、いかに、コンピューターの世界がサイバー攻撃等によってスポーツの勝ち負けに影響してきたか、で、卑怯な行動で勝とうとしてきたかっていうことがよくわかると思います。僕は被害者ですよ。これは年から年中やられていることなんですよ。で、先ほどから電源入れてるじゃないですか。やっと今稼働したところですね。で、これが現在のプロ野球の、スポーツの、今のところの状況ですね。まあ大体のところが同点で、まあ様子を見てるという状態ですね。だけども本当のことは後から出てきますよ。昨日も言いましたから。